しましてご奉納いたします書家竹本大樹先生をご紹介させていただきます。竹本先生は阪神淡路大震災を機に兵庫県の生田神社、京都府の平安神宮、松尾大社、さらに全国の五穀神社、また寺院においては聖徳太子御誕生の地といわれる奈良県の橘寺、さらに大阪城など全国の神社仏閣や城郭で奉納揮毫をされ、この度は京都市よりお越しいただきました。また竹本先生の揮毫のサポートをクリスタルボール奏者の川内美穂様の演奏によって行います。川内様は日本国内の神社仏閣、さらに海外ではキリスト教チャーチ、ユダヤ教シナゴーグ、イスラム教モスクなど様々な場所で奉納をされていらっしゃいます。それではただいまより竹本先生の奉納揮毫を開始いたします。この度のテーマでもありますコロナ収束と世界平和を共にお祈りください。
竹本先生、お心を込めてのご揮ごありがとうございました。それでは竹本先生より先ほど書き上げられました書についてお話しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。竹本大輝でございます。本日はお休みのところ、ご参集いただきましてありがとうございます。書き上げる前に最初に、ご説明すべきだったんですが、世界の平和と、新型コロナウイルスの収束ということを兼ねて、祈願を奉納祈願させていただきました。私が書かせていただきましたのは、1字目は持って、2字目は和、3字目はなす、4字目は尊い、貴重の木ですね。和を持って尊しとなすという、皆さんご存知の通り、聖徳太子の言葉でございます。で、この言葉は一番最初に書き上げたのは清水の舞台が最初だったんですけれども、もうそれから15年少し経ちますか。やはりこの言葉が平和にはぴったしだという気がします。で、ご覧いただきましたらちょっと古代文字ですのでね、私も若い頃から書いてまして、その何を書いてるのか分からへんと、そういうご覧になった方がおっしゃることが多いんですよね。で、皆さんにはなんか何が書いてあるか理解ができたら何か分かったような気がすると、ただ見ても分からへんというふうにおっしゃるんですけれども、私はこれなぜ古代文字でこういつも記号させていただくかといいますと、中国の黄河の流域に小さな国家が生まれまして、ちょうど中国の、時代で言いますと殷の時代、殷周秦漢の殷の時代ですね。今から3000数百年前の時代から文字が作られ始めまして、で、一番大事な営みが神様に向かってその吉凶を占うという、文字で言うならば甲骨文字なんですが、亀の甲羅とか牛骨に、来年は豊作になるだろうかという、そういう国として大事なことを亀の甲羅とか牛骨に酷使して、裏から穴を開けまして、で、焼きごてを当てることにおいてそのひびの入り方が神様のお告げであるというところから文字というのは生まれ出したと言っても過言ではないと思います。それ以外にあと手紙の役目とか、その後後世に1000年後に2000年後に伝える歴史書という役目において文字が作られたという背景もありますけれども、やっぱり神に対する営みっていうのが大事だったんでしょうね。ということはですね、神古代のその甲骨文字およびその後の、私が使っているのが青銅器文字なんですが、青銅器文字は神様が理解できるということのが仮定できるわけで、神様が理解できる古代の文字で現代においてもその古代の文字を使うこと、古代文字言いまして、皆さん漢字のルーツです。漢字の古い形がこの形なんですが、それを使って祈願するというのが最も大事なんじゃないかということで、もう古代文字をずっと使っております。で、これ見ていただきましたらお分かりいただけるように、持っては右に傾いてますというか傾けました。で、和は左に傾けました。で、その次のなすというのも左ですね。それで最後は右に傾けて、まっすぐ字をずっと四字書いてですね、まっすぐ見えるのは当たり前なんですね。だからなんか綺麗な書というのはまっすぐ書きますから、一字見ても綺麗だけれども全体見ても綺麗と、これは当たり前のことなんですが、ただ中国の民進中華民国の秦あたりの時代にですね、中国で非常にその書のブームっていうか、
そういうことが起こりまして、まあ書家と、まあ、もともと書家ではなく政府の役人、家教とか神事なんかの合格した役人 の試験を受けるためにはその書の筆記も試験にあるということで、まあ、書家イコール役人というイメージもあるんですけれども、そういう人たちが秦の時代に、唱えたところによりますとね、古い人、かつての人、個人を求めず個人の求めたるを求めよう、表面的な書の、形だけではなく、その個人である書道家、まあ、優れた書道家たちが何を求めたかということを求めて、それを表しなさいということは、その人の生まれにはならないんですね。精神を引き継ぐということで、ですから一字ずつこうまっすぐ表現するんではなく倒していったということは、ご覧いただきましたら三角の空間があちこち生まれます。ご覧いただきますよね、まあ、斜めにこうするとこっちとこっちに空間ができるわけですけれども、文字を書く場合には書いた文字の形で、理解するんではなく、その作品の良し悪しは白い空間で決まるわけですね。その白いきれいな空間がを生かすことにおいて、それだけ見たら文字の形なんかはどうでもいいと、まあ、どうでもいいわけじゃないんですが、白い空間がきれいに残ったならば文字も必ずやいい形にまとまるという考え方ですよね。そういうことで、まあ、私が中国の、まあ、中国の書道を語らずして、日本の、まあ、書というものを語ることはできませんけれども、まあこだわりを持って、ただ紙に字を書いたらいいというのみならず、それを作品として生かすというところから、まあ、本の記号においてもですね、それをもとに、続けておりますけれども、まあ、ちょっと作品の見方的なものは今、ご紹介させていただきましたが、今回京都から寄っていただきまして、東京では初めてです。非常に、まあ、光栄だと思って、まあ、今回のあれに、任を大役を私に授けていただいたワープロジェクト大使の宮本代表には厚く感謝いたしております。まあ、今後はちょっと 東京では再度起業する機会がないか少ないと思いますけれども、まあ、今回本当にご覧いただいたことに対しまして厚く感謝申し上げます。本日はどうもありがとうございました。